からの地花のもとの抱き足見あらごしこ恋しちょんないよはいそらしそらよ始まりましたゆきゆき普天間進化チューン島唄です。民謡ファンの皆様お待たせしました。今日も一緒に沖縄民謡を聞きながら楽しくゆきゆきとゆんたくしましょう。普天間の民謡好き進化が FM 宜野湾のリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。パーソナリティは FM 宜野湾田辺ゆきです。よろしくお願いします。この番組ではリクエスト、メッセージをたくさんお待ちしています。皆様からのリクエストを流しつつ、専用ダイヤルで私とお話ししましょう。電話番号は 090-3015-0797 090-3015-0797 番です。ぐすーよ FM ぎのわんちゅーんしまうたんかいみせびりたい始まり始まり。いや今日も暑いですね。このスタジオはクーラーがね効いているんですけれども、そして外を見ますとちょっと風が強いかな。木が街路樹がクファディーサーが揺れてますけれども、で海の方を見ますと今日は天気はいいんですけどなんか霞んでますね。これは何かな、霧でもないし何でしょうね。皆さんのところはいかがでしょうか。これ外でね、外にいるとこうやってゆっくり景色見ようっていう気にもならないぐらい暑いですよね本当にね。いやーもうこの時間でも仕方ない、この仕事とかでね外にいないといけないという方は本当にご苦労様です。なんか帽子とか日傘とかね、あと屋根のあるとことか木陰とか探してなるべく過ごしてくださいね。あら、ツイキャスの声が出てないですか？この番組、ツイキャスと映像も配信しております。じゃあちょっと直しましょうかね。ちょっと直しますよ。直してる間無言というのもね、ちょっと待ってくださいね。じゃあこの番組聞き方は4つあります。 FM ラジオ放送 79.7MHz、 そしてインターネットで同時配信しております。はい、ツイキャストユーストリームでやっております。で今は音聞こえてますかね。で、直しながらやりますね。で、あと全国どこからでも聞けるサイマル放送は、リッスンラジオで検索してみてください。ね、全部一人でやっております。はい。で、リッスンラジオというものではね、全く同じものを聞くことができます。この番組、音楽番組なので、ぜひ音楽がカットされないこのリッスンラジオで聞いてほしいと思います。もちろんね、電波が届くところの方はラジオで聞けるんですけどね、ちょっと電波がというところの人はリスンラジオで検索してみてください。 FM ぎのわんのホームページから聞くこともできますよ。はい、ぜひ探してみてください。
そしてツイキャスユーストリームにつぶやきもお待ちしております。あとメッセージメールもお待ちしておりますね。ツイキャスありがとうございます。早速初見です。おとなし配信斬新でよきよき今大丈夫みたいですよなりあきら、なりあきらさんから、おお、なりあきらさん、いいなこのよきよきってね。どうですか、音入ったでしょはい、ありがとうございます。野の中の銀のホタルさん、こんにちは、ゆきさん、ツイキャス声出てないです。で、今大丈夫です、聞こえました、ありがとうございます。こうやってね教えてくださるからリスナーさんが早めに気づけました。そしてかりんさん、無音かっこ笑い来たありがとうございます。かりんさんもぜひ参加してください。沖縄民謡を楽しむ番組でございます。ではプログラムです。今日は最初は生演奏、さあユンターショーラ、何もさらっといきましたけど、いつもはね大城さんも一緒なんですけど、今日は何でしょうね、お休みということで、まあまあ夏休みですからね、まあ理由知らないんですけどまあそりゃいろいろあるんでしょうなんかね夏休み、私の場合はですけど、なんかいつもの倍ぐらい忙しいような、まあ倍は言い過ぎかな、 1.5 倍ぐらい、なんか大変ですね世の中の皆さんどうでしょうか。大変だけど、あ、プログラム喋ってから言いますね。で2番目、生電話リクエスト受付コーナー、チューンリクエスト、電話リクエストの電話をお待ちしております。スタジオに電話がありますので直通です。そして後半は、今日はお遊びコーナーはヌンクイ祭典です。いやそうだ、8月最初の放送ですね。第1週目はヌンクイ祭典です。はい、8月、というか7月あったんですかっていうぐらい、もう8月なんてもう全然ついていけてないです私。いや早いわ皆さんはどうですかね。そして裏コーナー、裏コーナーというのはね、リクエストが来ないなという時の裏コーナーなんですけど、3862のシティ、今のあなたの気持ちを流歌、すなわち8文字を連ねていって、最後は6文字で終わる形式の歌を読んでお送りください。ゆきゆきがお読みします。ぜひ流歌書いてみてください。ではメールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。これ打つのがめんどくさいという方は、 FM ギノワンって普通に検索したら FM ギノワンのホームページが開きます。でホームページの上の方にお手紙のマークのボタンがあるので、これをクリックしたらもう文章を打つだけのページが開きますので、そちらからでも送れます。よろしくお願いします。で文字打つのがめんどくさい方はファックスもあります。ファックスは 098-943-0094 番です。 943-0094 番です。はい、おはがきは郵便番号 901-2222 沖縄県宜野湾市キウナ1039 G タウンビル2階 FM ギノワンチューン島歌係、メッセージリクエスト、番組へのご感想をお待ちしております。でね、暑いなって話でしたっけもう忘れてる。夏休みいかがお過ごしでしょうかね。かりんさん、ゆきさんの夏休みはないの？そういえばそれを考えもしなかったです。ないですね。ああ、ない。皆さん、仕事されてる方って、夏休みあるもんなんですか？お盆休みとかですかね？なんか、大企業とかだったら、お盆休みって、8月16とかね、にあるかなと思うんですけど、そうですよね、普通ありますよね。忘れていた。あ、かりんさん、お盆休みあるよ。あ、いいな。今年っていうか、まあ、毎年ですけど、8月15、16ぐらいですよね。ね、ほう。沖縄は今年は9月がお盆ですけどね。へー。
いいな。お盆休みなんか予定あるんですか？でもな、混みそうだからな。でもいいですね、家族と過ごしたりとかね。やっぱり盆と正月ぐらいはねやりますよね。うんうん。私もちょっとお盆ぐらいは帰らないとなってちょっとうすうす思うんですけど、沖縄に来て5年なんですけど、お盆に帰ったことないです。あのお盆はこちらの沖縄の旧盆のねエイサー頑張ってばっかりいるんですけどね。私5年前にそういえば来まして、でこの前宜野湾の大綱引き、大山もありましたけど、私は宜野湾の方見に行ったんですけど、皆さん行かれましたか？大綱引きっていうものを初めて見ました、私。綱引きって言ったら、運動会でそうだな、まあ直径10センチぐらいの縄を、一本の縄をね左右から引っ張るみたいな、そんなイメージしかなかったので、別に興味も持てなかったんですよ。でそういえば思い返してみたら、5年前にちょうど宜野湾区の方が用意してるの見てたんですよね。でその時旗頭の子供旗頭のなんか旗を作っていて、はあ、かわいいな、ちっちゃいなと思って、まあ、子供のやつなんでね、本物のじゃなくて、たまたま見たのが子供のやつで、で綱引きあるから見においでよって言われて、ああはいみたいな感じで、あまり興味を持たなかったんですけど、まあ、今年ってびっくりしましたね。あんなすごいもんなんですね。いやいやいや、5年前ちゃんと言われて言っとけばよかったと思って、でも今年初めて見れまして、めっちゃでかいし、日本の綱を持ってきて合わせるところからがね、この綱引きなんですね。でその前の、その私が見たちっちゃい旗頭は、その前の旗頭がええでしたっけ、そういうのがあって、ちゃんと大人のやつもね、南町と豊年でしたかね、豊作でしたかね、書いた旗をやってましたね。かっこよかったです。もうすごいスケールでびっくりしました。で人もすっごいたくさん来ていて楽しかったですね。行かれた方多いんじゃないですかね。うんうん、はい。でこの2つに分かれてね、宜野湾の、まあ、昔は毎年やってたのかな、今は5年に1度宜野湾区されてるんですけど、復活、ずっと途絶えていたのが2007年に復活して、66年間途絶えてたみたいなんですけどね。でこの今年のやつは戦後3度目ということでね、行われました。結構ね、どっちが勝つかなって、なんかこう最後逆転でうーって勝ってましたね。いい勝負でしたね。でこれ誰でも参加できて、参加した人に聞いたら、もうなんか手が痛いとか、足がプルプルするとか、なんかみんないろんな感想を言ってましたね。相当力使うんでしょうね。ちょっと私手の力がないもので参加しないで見てただけなんですけど、はあ、もうね、私本当に手の力がなくて、今朝も 1.5 リットルぐらいの夜間に麦茶が入っていて、この寝ぼけまなこでそれをちょっとよいしょって持とうと思ったら、それだけで肩脱臼しそうになっておっと、危ない危ないみたいな脱臼しなかったですけどね。もうそのぐらい力がないんで、ちょっとね綱引きは、はい、やりはしなかったんですけどね、面白かったです、見てて。でこの後の民謡ショーとか踊りとかもありましてね、ずっと最後まで見ました。最後の勝ち足まで見ましたよ。すごい楽しかった。ああいう夏祭りの雰囲気いいですね。はい、アルドルフさんこんにちは。ヨナバルの大綱引きは行きました？あ、これってもう終わったんですか？お、まだですかね。だいたいでもこの時期ですよね、一年の、農業農作が終わって次のまた作る前の段階時期ですかね、多分ね。豊年を祈って行われるものですよね。ヨナバルって有名なんですかね。ポスターは見ましたけど、行ってないです。行ったことないです。あ、これからですか。はいはいはい。いやー、すごかったです。なんかね、盛り上げる演出っていうわけじゃないと思いますけど、なんか意味があるんだと思うんですけどね。面白かったです。ぜひね、行ったことない人は行ってみてください。また行った人は感想ももしよかったら教えてくださいね。そうそう。
ではあとですね、今日まあ一人なのでもうちょっとしゃべろうかなと思うんですけど、あの皆さん夏バテはしてないですかね。この前あの他のパーソナリティさんがなんか痩せてきた人がいてうちの妹もですけど、夏になったら痩せる人っているじゃないですか。あれって食欲がなくなるからですよね。いやーわかります。いや別に私は痩せてはないんですけど、もうあえて食欲はないけどあえて食べるようにしてます。皆さんはどんなもん食べてますか？私は、今日は下の、FM ギノワンの下、花木菜というお蕎麦屋さんなんですけど、美味しいんですけど、そこで、生姜焼き定食を食べてきました。もうなんか暑いと、お腹が減るっていうのがわからなくなって、特に食べようとしないんですけど、食べ出すと、あ、私お腹減ってたって気づくっていうね。夏ってそんな感じじゃないですか、皆さん。どうですかね。だから食欲はないんだけどあえて食べて、この体力をつけないとと思ってね、あえて食べるようにしてますよ。皆さんは今日何食べましたかね。そういう時はカレーとか何がいいかな。食欲なくてももうこれだけ、これはもう美味しいみたいな、そういうの食べてね、選んで食べてほしいなと思います。あかりんさん、ゆきさんは痩せてますよ。あ、これは通年じゃないですか。別に夏だけ痩せてるわけじゃないないと思うんですよ。いや、うん、まあでもこれユーストツイキャスに映ってる部分は痩せてるんですけど、ちょっとお腹とか下の方は映ってないのでねそんなに細くもないんですけど、はいさあさあ、それでは始めていきましょうか。ではまず最初のコーナーです。わ、すごい長くなっちゃった。リクエスト待ってる人すいませんね。もうどうしよう、歌のコーナー飛ばす。まあはい、いきます歌いじゅすず主。歌に主はない、それを歌う人が主です。私が歌うのを聞いてくださいという意味の、雪が大好きな八重山の言葉です。歌三線に精進中の雪雪が毎週素敵な沖縄の歌を歌います。知っている歌なら皆さん一緒に歌いましょう。さよんたしょーらーはーひー。さあ、ユンタショーラーです。8月からはエーサー歌をやりますと言ってましたのでね、今日は豊か節やりたいと思います。この歌はね、のぼりか星人さんが作ったものですけど、沖縄市のね、どこだったっけ、住吉区の青年会のエーサーのために作ったものなんですけど、元はもうみんながね今歌ってますよね、豊か節で。この歌はトイレにこもっている時に浮かんだらしいですね。でその辺のなんかその辺にメモしたっていう何、歌詞をかな、メロディーをかな、多分歌詞だと思うんですけどね、そういう歌です。
ば足火のちゅらさ忍者の砂はい踊ってやしば豊か節でした。一旦 CM です。島唄ゆきゆきやいびんチューンリクエストサビラチューン島唄お送りしております。リクエストコーナーいつもよりだいぶ押してますけども、今から電話お待ちしております。 090-3015-0797 番です。よかったらどうぞ。あの野の中のホタルさんが裏コーナーに送ってくださってるのでね、ちょっとメールを読んでみましょうかね。はい、ありがとうございます。こんにちは、田辺さん、大城さん &FM ギノワンのスタッフの皆さん、こんにちは。今日もラジオネーム銀の今日もおかしなラジオネーム銀のトロンボーンです。はい、銀のトロンボーンさん、こんにちは、ありがとうございます。そしてこんにちは、お二人さん、今日も暑いですね。暑いですね。お二人さんはすいません、一人なんですけどね。共に毎日キッチンに立つので暑くないですか？お料理が終わったらなるべく涼しいところに煮て涼んでくださいね。はい、ありがとうございます。キッチンね、暑いですね。でも私暑いほどっていうか今日朝ガスつかなかったんだよな。あ、電話かかってるので、ちょっとリュウカ後で読みますね。はい、もしもし、出てみましょうね。もしもし。もしもし。はい。チューン島唄です。はいはいはい、もしもし、リクエストできますか？あ、はい、どうぞ。じゃあお願いします。はい、どうなったの、歌がいいかな。はい、あるかどうかわからないので一回言ってみてもらって。はいはい、城間和子さん。はい、城間和子さんの無情の別れ。はい、ちょっと探してみますね。この歌お好きなんですか？あ、大好きです。へえ。これがなかったらですね。はい。パラマソンガラムいいですよ。あ、はい。無情の別れは、あ、違う。タラマションガネは誰の歌がいいですか？うん、わからないですね。これも城間和子さんの歌だと思いますよ。おお、城間和子さんが好きですか？あの歌が好きなんですよ。はい。ありますか？あると思いますよ。あ、ありました。あります。よかった。じゃあ、無情の別れがありましたのでね、お届けしますね。ラジオネームありますか？お名前は。野田家。はい。野田家の源栄。へえ、野田家から聞いてくださってるんですね。はい。源さん、ありがとうございます。はい、お願いしますね。はい、わかりました。はいはい、じゃあ、暑いですけどね、聞いてくださいね。ちょっと聞いて涼んでくださいね。さあさあ、では、城間和子さんの無情の別れをお届けします。
無常の分かり、城間和子さんの歌でした。リクエストしてくださったのは野田家の源酒屋さんでした。ありがとうございました。いや、いいですね。この歌マスターしたいですね。城間和子さんの歌声艶っぽかったですね。はい、ありがとうございます。さあさあさあ、では、はい、でさっきメールを途中でしたのでね、続きを読みましょうね。銀のトロンボーンさんからです。すいませんね。キッチンに立つ人はね、ほんと暑いからね、仕事終わったらなるべく涼んでくださいね。まあ私はそこまでして立たないです仕事で別にキッチンにいるわけじゃないんで、もうすぐできる料理で、しかも今日朝あの、ガスがつかなかったんで、もうレンジでできる料理にしましたけど。はい。で、お遊びコーナー、リュウカ送ってくださっています。お読みしましょう。ありがとうございます。海のみじ、あ、すいません。海のみじや、うわ、難しい。待って。あ、もう。海のみじのあちさ、生のあちさの、うふかじのふちばふきとばちしらくながないがさびら、ごめんなさい、カミカミで。海のみじぬあちさ、生ぬあちさん、うふかじのふちばふきとばちしらく、あ、しらくないがさびら、はいはいはい。海の水も暑くて、最近の暑さも台風の風で吹き飛ばして涼しくなるのかな。なるほど。確かに、でも昨日とか今日もね、最高気温、まあやや低い33度ですけどもね、風がすごいので、このところちょっとだけ涼しいですよね。だから台風もちょっとは必要だなという感じしますけどね。ありがとうございます。これ練習しないとすみませんね。パッと読もうと思ったら、吹き飛ばちしらくないがさびら、はいはい、しらくて、しらくて、しらく、涼しくないがさびらですよね。なんかこのしらくっていう言葉聞くだけで、ちょっとなんか涼風が吹くようなね、いいですね。本当でも台風ってね、沖縄にとってなくてはならないんですよね。海水を混ぜたりとかして、このサンゴもね、その水温で育つもんだから、今なんか海水の温度もすごい上がってね、気温ももちろんだけど、すごい最高記録みたいなね、報道もありましたしね。台風ちょっとは来てほしいですね。ありがとうございます。あ、そして PS、駅さん、13日に向けての稽古も大変でしょうが、当日も頑張ってください。ありがとうございます。13日のね、あ、資料持ってくるの忘れたんですけど、後でじゃあ、後でチラシを持ってきて言いますけども、13日、8月13日に、日曜日に、島くつばのお芝居がありまして、ハンズオンさんという、若い人たちが自分たちで島くつば、全部島くつばで芝居の脚本も書いて演技もしている、舞台が茶壇であるんですけど、それの地方をね、ちょっと手伝わしてもらうんですけどね、それのことですよね。ありがとうございます。じゃあまた一曲お届けしましょう。そうそう、ツイキャス切れてますね。じゃあちょっと、はい、大城静子さんでチムクヤムサイエー、お聴きください。
ちむくやむさいえ、大城静子さんの歌でした。ちゅんしまうた、はいよはい。ちゅんしまうたをお送りしております。先ほどのネギンのトロンボーンさんが書いてくださってた13日のお芝居なんですけど、第6回シマクトゥバオンステージ北タンのザ・ジャーハネキアというタイトルです。チャタンのこの場を盛り上げる人っていう意味ですね。ジャーハネキアっていいですよね。こうみんなのなんて言うんですか、こうその場をの雰囲気をこういい雰囲気に作ってくれる人みたいな、人の気持ちを盛り上げてね、こういう人いたらいいですよね。で、そういうタイトルで、日時は8月13日日曜日、会場1時、開演1時半です。場所は茶壇二来センター、金井ホールです。入場券は一般1000円。これでも、チケットまだあるのかな？第6回しまくとばオンステージということで、6回目なんで、結構人気がありましてね。いつもいっぱいなんですよ。高校生以下無料、整理券発行します。ハワイ、あの内容ですが、ハワイでハワイ語を復活させて親ファーフジから継承してきた魂に向き合う真のハワイ先住民たちと、海外にいても私たちやいつまでもうちなんちゅであると誇りを持った方々との交流から刺激を受けた沖縄青年たちの学びの旅の姿を表現する物語です。このハンズオン NPO が主催企画しているものなんですけど、そこの青年部の人がですね、ハワイに行って、このハワイもハワイ語というのがあって、もう全然廃れてなくなりそうだったところから復活して、今は結構そういうのハワイ語が使われているっていうのをね、視察に行って勉強してきたそうなんですけど、それを受けてのお芝居ですね。沖縄もね、同じ状況ではないですか。シマクトゥバが本当に話せる人がどんどん減って、若い人にシマクトゥバ言ってもね、ポカンとされるじゃないですか。で、そうなるとまた、じゃあ孫には標準語で話そうかみたいなね、おじいちゃんたちも思うと思うんですけど、そういう状況からそれでいいのかという問題意識を持ってね、そういういろんな外国に行って勉強したりとかもされてます。で、全部シマクトゥバでこの芝居あるんですけど、字幕もちゃんとありますので、意味はわかるようになってます。若い子たちが完全に全部シマクトゥバでやりますので、それだけでもね、見ものですよ。ぜひ見に来てほしいなと思います。お問い合わせは電話 098-936-8470、 茶壇町文化協会まで、 936-8470、 茶壇町文化協会までお願いします。はい。では、一旦 CM です。いい歌でしたよね、さっきのね、無情の別れ。本物のリスナーさんのお電話ですねって、あなたみんな本物ですよルドルフさん何、嘘物とかないですよなんやそれ。44分、チューンしまうたお送りしております。それでは次のコーナーに行きましょう。おーくい
開店。はい、ヌンクイ祭典のコーナーです。遊びコーナーです。世間の物事をピックアップしてゆきゆきが勝手に独断と偏見で点数をつけるコーナーです。ですがね、一人でこれどうですか、はい何点って言って一人で答えるのもなんなんでね、皆さんも参加、ぜひ参加してください。点数つけてみてください。では今日はなんか熱中症で最近すごくかかる人多いっていう記事があって、汗がかけない若者が結構増えてきていると。これはなんかちっちゃい時にクーラーとかでね、クーラー効いてる部屋とかで育ったら、この汗をかく、この汗の線がこの発達、この汗をかける、なんだった感染がこのできなかったために、あまり汗がかけないから、だからあんまり温度が上がらなくても熱中症に、多分28度とかの気温でも熱中症になったりする人がいるっていう記事がありましたけどもね、皆さんはどうですかね、汗かける方ですかね。自分はさすがに最近汗だらだらですね。こんなに蒸し暑いと。シプタイアチさんでしたね。で、まあ汗の関係のあることなんですけど、汗一滴で体の状態がわかるエコースマートパッチというものがあるそうです。これは疲労予測までも可能できるものだそうで、なんかパッチを体に貼るんですけど、アスリート向けの本格仕様なものなんですけど、このどんなサイズっていうかね、この絆創膏ぐらいのサイズのものをちょっと体にそのまま直接貼るんですよ。で、そしたらそれがセンサーになっていて、汗からバイオデータを取得するんですって。で、健康の分析をそのパッチですることができるっていう。この汗を感じて、その汗一滴から体の全体の水分レベルとか電解質のバランス、カロリー消費、乳酸や乳糖値レベルを、あ、ごめんなさい、乳酸や血糖値レベルを分解して、わかることができるものです。さあ、何点でしょう。だから自分が今ちょっと干からびてるとか、バランスがちょっと今血糖値が上がっているとかのレベルが分かるっていうもんですね。で、あと Bluetooth を通じてスマホの専用アプリと通信して、体が危険な状態に陥っている場合はアラートを発信してくれると。すごいセンサーですね。こういうのがあるそうですよ。さあ、このエコースマートパッチどうでしょう、何点でしょう。説明わかりましたかね。これまだ販売はしてないのかな。だから自分でなかなかね、危険な状態になっていても、もうその時にはぼーっとしてると思うんで、多分気づかないと思うんですよ。あ、で、だからね、あ、今自分が、あ、水足りないんだ、水飲もうとかね、多分、あ、でもそうなってから水飲んで遅いっていう話もありますけど、あ、でも、だからそうなる前に多分知らせてくれると思うんですけどね。うん。さあ、かりんさん何点満点ですかってね、これね、それも自由だったんですけど、一応100点満点で。あー、ルドルフさん、お子様につけておくのもいいかも。と、剥がしそうですけどね。なんか気持ち悪い、かゆいとか言ってね。あ、かりんさん、90点。おー。
90点。そして誰かも書いてた、感染の機能低下かもですね。分析か、80点。ルドルフさん80点。値段によりますけど、確かにね。これかなりしそうな感じですけどね。まあ80点。いや、いいもんだと思います。すごいですね。でも、これがだから別に線もつながって、線がつながってたら本当話にならないですけど、本当に絆創膏ぐらいの感じ、見た目。ピーって。はい。穴の中の銀のほたるさん、肌の弱い人には20点。確かに。これ、汗のところにね、貼るからね、これ、あと、剥がしてもなんか跡が残りそう。あですね。かゆそうですね。それはあります。はい。というものでした。以上、ヌンクイ採点のコーナーでした。じゃあ、一曲お届けしましょう。では、カチンバで、あれ流れない。はい。カチンバで、ウフーカジ。カチンバクワトロでウフカジ聞いていただきました。最後にね、もうエンディングに近いんですけれども、今度6日にギノワンのだけでチナシチ綱引きあるそうですね。ギノワン市のだけ一区で6日に開かれる綱引き関連の行事、第27回のだけチナシチモーイ大会というのがあるそうですよ。練習が始まっているそうで、チナイチモーイっていうのは戦前、綱引きの前に参加者を鼓舞するための女性の踊りだったそうなんですけれどもね、それが今また復活してされているということで、ほう、それも見てみたいなと思います。8月6日ですね。あるそうですよ。綱引きね、昔はこんな年に1回とか5年に1回とかじゃなくて、年に3回ぐらいやっていたりとかもしたみたいですね。はい。もう、娯楽だったんでしょうね。それがね。はい。6日、見に行きたいと思います。さあさあ、それでは今日もお時間となってしまいました。またね、来週もぜひ、リクエストお待ちしております。来週は2人でできるかな。あと、もう一つ、ちょっと欲張って。第29回トビンス・ハニンス・カチャーシー大会は今年は10月1日にあります。日曜日、宜野湾海浜公園にてあります。ぜひ参加したいという方は10月1日ですよ。そろそろ準備してはいかがでしょうか。はい、それでは、ゆきゆき普天間進化チューン島歌、今週はこの辺で失礼します。ではまた来週までお元気でお過ごしください。では皆さんでいきますよ。せーの。チューン島歌、あちゃん島歌。お相手は FM 宜野湾ゆきでした。ではまた来週。